フーコン渓谷とは、ミャンマー北部、カチン州にある渓谷である。人道院側の源となっている、エアリアルフォトオブエカワングバレーこの渓谷は、面積が約14、500平方キロメートルであり、行政区域としては、カチン州のミッチーナー県田内の市に属している。その西、北、東には、急峻な山脈が連なっている。 これらの山系からは、田内区派川、旅江川、田湾川、チュロン川の4つの川が、渓谷に流れ下っており、それらは、渓谷内で合流して沈道院川となり、渓谷の南西方向へ流れ出る。渓谷を囲む山系の斜面は、豊富な雨量に恵まれて深い森林地帯となっていた。特に、地域材は、古くから利用されてきたが、近代になって、その伐採が著しく進んだ。 そのため、各種生物の生息環境が急速に悪化し、とりわけ虎の生息数が激減して、現在では100頭未満と推定される状況になり、絶滅の危機に瀕している。そのため、2004年に政府はこの渓谷内の約6500平方キロメートルにわたる地域を風魂渓谷野生動物保護区に指定して、この地域を実行支配しているカチン独立軍と協力して、 トラの保護にあたっている。これは、トラの保護地域としては、世界最大規模のものである。また、1997年になってこの渓谷に生息し、現地では、フェトギーと呼ばれていた小型の鹿が、DNA の分析によりホエジカ族の独立種である、ことが確認された。フーコン渓谷は、琥珀や、金の産地としても知られる。2006年にはここで産出された琥珀から、 これまでで最古の蜂の化石が発見された。マリタスフィックス・バーメンシスとの学名が与えられた。この蜂は白秋中期、約1億年前のものとされている。琥珀については古くから知られており、その採掘の歴史は長い。一方、金が注目されるようになったのは比較的最近であり、現在の風魂渓谷は一種のゴールドラッシュである。 ミャンマーの多くの山岳地帯がそうであるように、風根渓谷も交通の便が悪く、また政治的な対立問題を抱えてきたために、自然環境については知られていることが少ない。その一方で、急激な開発が進み、自然環境の保護が大きな課題となっている。第二次世界大戦では日本が当初ビルマを占領したが、犯行に転じた。 連合国側のアメリカが風根渓谷を横断してビルマと中国を結ぶレド航路を建設して抗日戦を続ける中国への補給路を確保することになる。その建設にはアメリカ軍のアフリカ系アメリカ人からなる公平大隊と中国人の二役部隊が主力となった。英語ではミッシーナ軍と呼ぶ民主化勢力の弾圧等で欧米諸国と対立する現在の軍事政権に 対して、自然保護活動を促しているのは主にアメリカである。例えば、ナショナルパブリックラジオサイト内の記事、オレゴン州立大学のプレスリリースアーカイブド2007年3月10日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、機質のナショナルパブリックラジオサイト内の記事等、前線完成はこの地で、日本軍壊滅の後の1945年1月に、 なるが、1943年末頃には相当な機能を果たしており、これへの苛立ちが日本軍の愚痴として名高いインパール作戦のもとにもなった。ありがとうございます。